ひろちゃんこと矢作ひろみです。今回の動画は宿泊者の方から、どうしてひろちゃんは不思議な勉強ばっかりしているの、そういう質問があったのでお答えさせていただきました。どうぞご覧ください。まあ、インドの話とか、あと今回は岩手の座敷わらしの話とか、いろいろ経験してきたことをお話しさせていただきました。どうぞ。何何、どうして矢作さんはいろいろなことを、不思議なことを勉強されてきたんですか？どうして矢作さんは、ひろちゃんは不思議なことをいろいろ勉強してきたんですか、って、あの宿泊者の方々からご質問があったんですけど、だからねとか言って、その私ね、もう一回言うとね、60坪のね、すごい大豪邸を建ててるわけよ、何千万っていう。それとか、あとは投資に手を出して、まあそれもいろいろあるんですけど、まあ総額1億円ぐらい失ってるんですよ。で、だからこれってね、ものすごく自分にとってはもう一番奈落の底にいましたよ。もう奈落の底で、ああ死んじゃった方がいいかなとか、死んだら保険金がいくら入るかなとか、なんか本当に誰も言えないですよ、今こうやって喋ってますけど。で、なぜ喋るようになったかっていうと、これ喋るようになったのはつい最近なんだよね。あの矢作さん、ひろちゃんだからなんかこんな夢を叶えてゲストハウスやってるんでしょうとか、好きなことを仕事にしてるんでしょうとか、何も今まで何もないでしょうとかいう人が多くて、いや そんなことないよって、私はいっぱいいろいろ今まで やってきてしまった人間で、だからその時その時々 その勉強することがあって、でまず行ったのがね、なんかわかんないけどね、座敷わらしに会いに行ったね。岩手に行って、岩手に行って、緑風荘っていう、緑の風の荘って書いて、あの緑風荘、あの本当にね、お部屋行くとね、オーブがいっぱい映るの。で、あのその座敷わらしが出る部屋には、あの半年1年2年待ちなんだよ。泊まれないのよ。座敷やわらしに会うと幸福になるっていう言い伝えがあって、もうなんかわかんないけど座敷やわらしに会いに行ったんですよ。だけどお部屋の予約が取れなくって、別な部屋に泊まったんだけど、不思議なことがあって、床の間があって、このぐらいのちっちゃい鳥の置物があったんですよ。私しか聞いてないんですけど、夜確かに鳥の鳴き声がしたの、ピピピピピって。で翌日家族の人に聞くと、誰もわかんないのね、でも私は確かに聞いてるのよ、ってそういう不思議なことがあって。でもそこに行くとね、あの本田宗一郎さんとか、なんだっけ、あとゆず、歌手のゆずさんとか、本当に総理大臣のそのなんか色紙とか額とかいっぱい置いてあって、の名だたる人はこの緑風荘に来てたんだなってのは分かりました。ただそこもね、燃えちゃったの、燃えちゃったの、ただね、あのその座敷わらしのね、亀丸ちゃんって、何ちゃんっつったかな、そのちゃんとあるんだよな、お名前があるのよ、そこの子孫なのね、が祀ってあるちゃんと祠とかお宮は無事なのよ。だけど全部燃えちゃった、原因が分かんなかったみたいですけど、あとはみんな燃えたの、その祠と鳥居のところだけは守られて、あとは全部燃えたんだよ。でも思ったのは、あ、これでみんなの役をもう持ってってくれたんだなと思って、ああいうとこ行く人って、こう私みたいに何かあってもう生きるか死ぬかっていう人たちがこうすがる思いで行くじゃないですか、そういう人の念がさ、すごく集まると思うのね、あの緑風荘には。だからそれを全部焼き払ったような気がした。まずその行ったのね、
うん、まず座敷話もう何回も言った。それから、あで別なところにもやっぱり座敷話が出るところがあるのね。そこは本当に不思議なんだけど、あの目をつぶって寝たら、あのお布団の周りを走り回ってるのよ、誰かが。ぐる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 、子供が。で、あの時は夫と2人で行ったんだけど、翌朝聞いたら、あのこういうお太鼓、なんていうの、ピーヒャラピーヒャラ、お祭りの音とか、なんかそんなこあの夢を見たっていうのね。私もそうで、へえって。そこも確かに座敷わらしはいましたね。あの お団子とか何か持って行ったんですけど、お部屋に、この部屋に出るよって言われる部屋に泊め、その部屋泊まさせてもらって、もうぐる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 、もう運動会やってました。でも目を開けると見えないので、ピタッと止まるの動きが。でも目をつぶってこうやって寝てるとずっと走ってるの。でもやっぱ何人か子供がいて、とにかく走り回って遊んでたなって思って。でそこも緑風荘と同じように、あのいろんな人たちからお人形とかいろんなのがこう送られて、うん、まあ、緑風荘よりはそれほど有名ではなかった。で座敷林行きました。でその後アガスティアの葉っぱ行くんですよ。でそこは知人たちが行っていて、あの人生が好転するとか、カルマの解消をしに行くとか。で私いろんな目に遭ってるじゃないですか。311にもその後遭ってるし、一家離散になっちゃってるし、だからこれはきっと私の業、カルマがいっぱいあるんだなと思って、インドに行って解消の旅を3回やってきたんですよ。で、一家離散って今言ったけれども、単身赴任をするようになったわけ。うん、車も壊れ、家、あの私の心も体も、もうほら高速道路で水戸からいわきに通ってたから、毎日何百キロ、うん、もう疲れちゃって疲れちゃって、で単身赴任に途中からなっちゃったんですよ。娘には悪いよね、かわいそうなことしちゃったんだけど。そしてやっぱ時間があるじゃない、今までは主婦だから、主婦でもあり、先生でもあり、いっぱい仕事があったわけ。でも今度は家庭の仕事がないの。自分一人だったら別にご飯なんか作ることも何にもないわけ。コンビニのご飯でいいわけですよ。おにぎり一個あればね。うん、で時間が空いたから、いろんなことをこう、なんかこう心理学とか、なんか多分すごく自分が癒されたかったんだよ。癒されたいから、その心理学とか、あの心の勉強とか、カウンセリングとか、そういうところに自分の意識が行ったんだと思う。一番自分が癒されたかった。で、本当これも偶然で、たまたま、バスに、高速バスで東京行くときにの隣り合わせた人が、なんか心理学の先生のことをいろいろ言い出してきて、でそれが仙台っていうか、あの宮城県にいらっしゃる先生で、2人ぐらいの先生に習ったかな、心理学は。うん、でもその先生たちのセッションすることはなかったね。でその後、まあイヤーコーニングっていうのにも出会って、先生っていうんですけど、彼女は、安倍首相さんとかさ、昭恵夫人とか、本当首相官邸に行って施術をするぐらいの人で、あの私が習ったことは時はそこまで有名ではなかったけど、なんか相当有名にその後なったわけで、でも受けた時、その施術を受けた時にすごく頭が軽くなったんですよ。なんかいつも頭の中がモヤ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 、悩み事がいっぱいあったのが、イヤーコーニングっていう施術を受けたらすごい頭がこうクリアーになったので、心理学はちょっと無理かもしれないけど、このイヤーコーニングなら私にもできるかもしれないと思って、三重県まで行って、その先生のところに、あの教えてくれるって言ってくれたから、うん、で習いに行ったんですよ。で施術を、まあ、その習得して、で仮設住宅にその後行くんですよ、週末。うん、で仮設住宅たくさんあの当時あったんで、ボランティアをやってた、イヤーコーニングの。
そうそう。そしたら皆さんに喜んでいただいて、あ、じゃあこれは私の仕事になるなと思って、うん、でアガスティアの葉っぱにも書かれてあったんだけど、まあいろいろ悩むけれども、まあ教師は辞めることになるみたいなことが書いてあって、うん、まあ将来の仕事はイヤーコーニングとは書いてなかったけれども、うん、まあ辞めてもなんとかなるなと思って、うん、そこで本当に思い切って、まあいろんなことが重なってね、一番はやっぱり娘と一緒に住みたいっていうことが一番目の条件だったの、うん、自分の気持ちとしてはね、で辞めたんですよ。そうで心理学やって中川さん、中川角地さんに2017年に出会ってゼロリセットっていうのをやるようになって、で2018、19と上人さんイベント、まあ大花さんとずっと並行でやるようになって、で2019年はとにかく自分をの気持ちをずっと確かめながら、農業がやりたいと思えば農業研修に行くし、西会津まで行きましたよ。毎月毎月研修に行って、でもなんか違うなと思って、私にはあんまり向いてないなと思って、うん、で食べるのは好きだったけど作るのはあんまり実は得意ではなくて、でも身を見まねでなんとか今作ってやってるような状態ですで去年はね、田んぼロッチさんに行ってスイーツ教室なんかね習いに行ったりして、でもちっともやってないんですけどねあ、いろんな勉強っていうか、もうその時その時自分が必要だなと思う時には、お金のことはあんまり考えずに飛び込んじゃいますね。で去年の2021年からは、まあ大花さんを通じて知ったのが亀井ひろきさんっていう亀ちゃんで、センターピース、それからコーチング、シーターヒーリング全部受けました。あ、でなんで受けたかっていうと、その私が前2017年にやってたゼロリセットと根本が同じだったの、うん、だからもう少し勉強してみたいなと思って、まあ、形而上心理学っていうんですけど、なんかこう出来事、まあ、見える見えないものってのは見えないものなんだけど、出来事からいろいろ物事を考えていく学問なんだけど、でもそれをやなんかね、全部ね答えが出てきたんですよ、はい、あと大丈夫ですかこんなことで。あ、12分も喋っちゃった。ありがとうございました。パチパチパチ。最後までご視聴していただきありがとうございました。Facebook、Twitter、メブロやっています。チャンネル登録もよろしくお願いします。目指せ1000人です。いかがだったでしょうか。今のひろちゃんを作ったのは、今動画であったような出来事がたくさんあったからなんですね。で今は私は、まあ、ゼロリセット、それから亀ちゃんから習った、センターピース、そしてアラン・コーエンさんのコーチング、それからシータヒーリング、これらをなんか組み合わせたマインドセッションっていうのを独自にやっております。よかったら2月12日東京六本木でやりますので、概要欄に貼ってありますから、どうぞご参加ください。ではまた。